はい、どうも KB です。今日はですね、今この携帯、私が使っている、Xperia XZ3 なんですけど、まあ、今だとあの Xperia 1とか 1 on 1 2 1 パート2、なんかそんなようなのが出てますけど、だから、型的にはちょっと古いんですけど、ふと思ったんですよ。個人的にはその演奏動画とかこう撮るときって、もう普通にこうカメラとかに全部いろんなこう配線がしてある状態で、割と電源つけてボタンこうポチポチって押していくだけで結構すぐに撮れるんですけど、そうではない方、なんか普通にこうスタジオ行っていろいろセッティングしてで撮らなければいけないっていう人ももちろん多いと思うんですよ。でそういう人とかだと、っていうかな、インカメ でしかもこの携帯のカメラだけでポンと一発で撮るっていう人も結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でその場合ですけど、どこのアングルからどうこうカメラを置いてこう撮ったら一番いい音が撮れるんだろうなっていうのをちょっとふと思いまして、それのちょっと今日は実験をしてみたいと思います。だからこう上からのアングル、下からのアングル、こうなんかこういろいろなアングルから撮って、そのどういうふうにこうドラムの音が撮れるのかっていうものをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、では、まずはこれハイハットです。ハイハットの、左前側って言えばいいですかね、のところのちょっと下アングルにカメラを、置きました。そこから行ってみたいと思います。では今度は、ハイハットの方なので、ハイハットの左後ろから行ってみる、自分の左後ろから行ってみたいと思いますね。では今度はアングル、右後ろですねから行ってみたいと思います。はい、では今度は右の前ですね。だからバスドラの真横ぐらいに置いてあります。じゃあ行きます。
では今度は、今までインカメラだったんですけど、アウトカメラの、左上からいきたいと思います。今度アウトカメラ右上後ろですね、いきます。はい、どうだったでしょうか。何箇所だろう、 1,2,3,4,5,6 箇所かなからちょっと今日は撮ってみました。ですね、まだ本当真上とか真正面とかいろいろ撮る方法はあると思いますけど、まあここだと、まあとりあえず真上だとその金物を多分すごく拾ってしまうっていうのがあるのと、あとここの部屋だと真正面は撮れないっていうのがあるので、ちょっとやめましたけど、まあとりあえずこのなんていうかな、ハイハットとかスネアよりも下のアングルからの音をどういう風に撮ったのか、もしくはその上から撮ったのとどっちがいいのかっていうのをこうなんかこう聞き比べて、で、あ、音を重視するんだったらここの方がいいかなとか、で、あとそのアングルによってそのなんていうかな、その見え方も変わってくるので、見え方を重視するのか音を重視するのか、その辺をちょっとこう今この動画を見ていろいろ研究したり参考にしてもらえたらなと思いますね。なんていうかな、簡単にそのスマホに、あ、なんで言ったらいいんだろう、スマホ単体でそのドラムの音がこう綺麗にこう取れる、成立するっていうものが今はないので、ヤマハの EAD10 は一応アプリでなんていうかな、スマホにこうひっつけれることはひっつけれるんですけど、 EAD10 自体をこうやっぱセットしないといけないっていうことがあるので、単純に外部マイクをガッて挿して、なんかそれでこうよりこう綺麗に撮れればそれが一番早いと思うんですよ。だからZoom の Q4Q2Q8 シリーズとか、ああいうのだとそのちゃんとその音楽用の綺麗に撮れるマイクがついてて、で、LR でこう撮れたりとかするんですけど、ああいう感じなの そのスマホバージョン、まあ外部マイクつければそれで済むのかもしれないですけど、なんかもうちょっとこうよりこう綺麗に撮れる方法はないのかなとは思いますね。もっと手軽にですよ、しっかりとこう時間かけてやっちゃえば多分スマホでもいろいろ撮る方法はあるので、だいたい個人練習だと1時間2時間だと思いますので、その間でこうセッティング時間でこう時間を取ってしまうのってやっぱもったいないと思いますので、何かこうスマホで
簡単にできることができる、ん？なんだ？何かできる方法があればいいんですけど、まあ、とりあえずこんな感じでスマホは撮れますよっていう動画をやってみました。また何かちょっとどうなんだろうなって思うことがあったら、こういう風に動画を上げていこうと思いますので、ぜひともその時よろしくお願いします。以上でーす。